汁、今日何回目だ、4回目か。4回目ですね。すごいな、来ましたね。続くもんですね。続いてますね。予想に反して続く番組になってしまいました。ガジルでございます、ね、ご好評もいただいておりますね。はい、じゃあ今日も早速ガジってまいりましょうか。さあ今回は何でしょう。今回はね、はい、鉄板です。今までね、僕は人の見つけてきた動画を紹介してましたが、はいはいはい、4回目にして初めて自分で見つけてきた動画。今まで自分で見つけてなかったんですか。後ろに立ってる誰かが選んできました。バラしましたね、はい、じゃあ今回はもう今回は私一応でございます。本当にジェットさんが選んだ、はい。鉄板ネタでね、猫、猫とトイレの組み合わせ非常に多いんですよ。おお、皆さんね、猫とトイレでね、ぜひ検索してみてください。すごくすごく面白い動画がたくさんあります。でその中でも僕が一番のお気に入り、タイトルはですね、キャットクラップスイントイレットという英語の、はい、タイトルでございますけども、下にねリンクも貼っておくんで、はい、ぜひ一緒に見てください。さあ行きますよ、準備いいですか。はい、ぐる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 、ドーン。トイレにね、こう便座の上にその猫が乗ってきて、なんかちょこちょこ水を飲んでるわけ。こういう動画たくさんあるね。ただ水飲み場でこいつは何かこういう怪しい構えをするわけですよ。これ、あなるほど。さっき水飲んだよねっていう水飲んだでやっちゃうのかよっていう。うわー、これはまあでも礼儀正しいっていうか、ね、家の人としてはありがたい。うん、確かにですね。まあね、賢いよね。賢い、うん。で他の動画なんかだとトイレした後で流す猫とかもいるんだよね、でもこれは終わって落ちちゃうわ。最低でしょ。でも落ちとしては最高ですよこれは。うん、他にもね、あの水をジャーって流して急いで覗き込んで、止まったらまたジャーって流してっていうやつもいたりとか。猫によっていろいろ面白いのがある。うん、今の猫はこう飲んでからやってましたけど、うん、まあ順序的にはまあですね。逆だったらちょっと順序的にはありだ。逆だったらちょっと問題ですけどね。飼い主さんこの後どうなったか気になります。どう処理したんだろうみたいな、その猫。だからほら動画のお尻がほら短かったじゃん。すげえ焦って止めたんだよねあそこはね。うん、ということでね、今日のショーはね、飼い主さん大変でしょう。おはい、これそうですね。お、あげたいと思います。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。まあ、猫に限らずね、犬とかね、猿とか面白い動物他にもありますんでね、ぜひ他のガジルも見てください。ガジ、ガジ。